はい、どうも皆さんこんにちは、吉田隆久です。今日はミニマリストの僕のバッグの中身、持ち物をシェアしようかなと、思います。できるだけ物は持たないようにしてて、ミニマリストっていうのも定義としては必要最低限のものだけで生活する人っていう定義付けなんで、僕自身もできるだけ物は持たないようにしてますね。はい、じゃあまず使ってるバッグから紹介します。これノースフェイスのなんか四角い型番とかちょっと全然わかんないですけど、このなんか四角いビジネスバッグとかでも使えそうな黒のやつですね。これかなり僕お気に入りで、かなりコンパクトだし、何がいいって中に敷居があって、そうこんな感じで3つぐらい敷居があって、ここにノートパソコン入れられて、真ん中はなんかまた違う敷居があって、またそこに小さいポケットがあってとか、敷居があってすごいいい感じで、その中に何を入れてるのかっていうのを1個ずつ紹介していこうと思います。まずじゃあこれ筆箱筆箱もあんまり正直ペンも持ちたくないんですけど、なんかたまに、書いたりしなきゃいけない時があるんで、筆箱も かなりコンパクトなのを持ってます。本当必要最低限のものしか入れてないっていう感じの筆箱っす。こんな感じ。次ノート、これはそうっすね、自分の考えとか、なんか思いついたことを、携帯にもメモしたりするんですけど、なんか書いたりする方も結構好きなんで、本読んでる時とかのアイディアとかもバーって書いたりとか、なんかこんな感じでガーって書いたりしてますね。ちょっと何書いてあるかは、全然見せれるけど多分自分しか分かんないようなことなんで、そう字も汚いし、そうそんな感じで、ノートは常に持ってます。次 Kindle、 これは僕電子書籍で本を読んでて、っていうのもやっぱ実物の本、たまに買ったりするんですけど、なんかやっぱりできるだけ物を減らしたい。でもこれ1個だけでこの薄いので大量の本が入るって結構魅力的じゃないですか。なんで基本は僕は電子書籍で読んでるんで、 Kindle は常に持ち歩いてます。あと Amazon Unlimited、 Kindle Unlimited か、 Kindle Unlimited っていう月額の、月額1000円かなとかのやつに入ってたら、Kindle Unlimited に登録されてる本は読み放題なんで、その月額分確か1000円か2000円ぐらいを払ってれば、そこの登録されてる本は読み放題なんで、そういったキャンペーンもあるんで、僕は Kindle で本を読んでます。でもたまに Kindle で読みすぎると、たまに紙の本が恋しくなって、たまに紙の本買って、なんかこのめくる感じとか楽しみながら読む時もあります。次、リップクリーム、これはなんかめっちゃボロボロなんですけど、サベックスのをずっと僕愛用してますね。そう、他のいろいろ試したんですけど、なんか合うの自分にはこれだったっていうだけで、これはいつも使ってます。いつもポケットに入れてますね。次、これはヤードムっていうんですかね、タイのなんかメンソールで、これこう開けて、これ鼻に突っ込んで、で吸うっていうめっちゃ気持ちいいんですよ。あの ミントが スースーするやつで、めっちゃいいです。これ吸う方もあるし、こっち開けるとなんか液体でポンポンって出して、この鼻の下に、でタイの人とかはこれ出してここに塗って頭痛に効かせてるっていうのも、聞いたことがありますね。はい、なんかタイ人の仲いい子がこれ教えてくれて、でタイ行った時からずっと使ってます。なんか集中したい時とか眠い時とかね、結構スースーするんで、そう結構おすすめです。タイで買えばめっちゃ安いです。ただ日本のアマゾンとかで買うと、もちろん高くなっちゃうんですけど、でもそれでも結構買い続けてますね。次、キーケース、これはポールスミスかな、ポールスミスのキーケース、これは結構ずっと使い続けてて、4年5年くらいかな、使ってるかな。ここになんかカード、クレジットカードを入れといて、で鍵、アパートに入るとき鍵必要なんで鍵持ってて、
でここに鍵とお財布を一体化してるみたいな感じですね、僕の場合は。そう、ここにカード入れて、でここにキャッシュも、あんまキャッシュ使わないですけど、まあ、非常用というかあれで入れてるっていう感じですかね。なんでこれ一つだけ持っとけばなんかもういいみたいな感じですね。次 AirPods、これ初代かな、今なんか AirPods Pro とか新しいの出てると思うんですけど、僕初代のAirPods をずっと使ってますね。そう、前までずっとあの線があるイヤホン使ってたんですけど、これにしてからもうそのストレスがなくなったり、めっちゃ快適、めっちゃお気に入りです。 AirPods 2年ぐらい使ってるんで、充電の減りが早くなってきてる。そうで、 AirPods Pro もなんかノイズキャンセリングがすごいっていうなんか噂を聞いたんで、なんか結構気になってますね。そう、そんな感じでAirPods でした。で最後は、はい、これ MacBook、これはもうないと生きていけない。そう、本当いろんな意味で、この YouTube の課題やるのも MacBook だし、これがなかったらもう本当何もできないっていう感じなんで、これは、常に持ち歩いてます。でこのモデルは MacBook、 ただの MacBook 12インチのもう多分生産終了しちゃったやつかな。でもとにかく軽くて、そうめっちゃ気に入ってますね。それをこのなんかケース、革のこれも結構ミニマルなデザインのケースに入れて、こんな感じでケースに入れて入れますね。そう、最後はこれ、はい、これはウォーターボトル、水筒ですね、水筒、僕めっちゃ水飲むんで、そう本当500の水とか本当速攻で飲んじゃったりするんですよ。だからその度に買ってたら結構出費しちゃうんで、アメリカだとあの水道が結構ボンボン置いてあるんで、なんだろう、買わなくてもこの水筒だけ持ってればそこ行って水足してって飲んでっていうことができるんで、節約できるし、そんくらいのなんだろう、労力というか持ち歩きは全然いいかなっていう感じで僕は水筒を持ってます。そう、以上が僕の持ち物で、実際に今紹介したものを入れてみると、こんな感じ、見えねえか基本これこんな感じで持ち歩いて行ってますね。なるべくやっぱ荷物は軽くしたいなっていうのがあって、なんか荷物が重すぎるとそれだけで背負ってるだけで疲れちゃって、エネルギーも使っちゃうし、そうなんか判断力が鈍るっていう、できるだけ荷物は軽くして生活してますねっていう感じで、今日はミニマリストの僕の持ち物を紹介ということで、動画を撮らせてもらいました。まあなんか今まで結構留学とかアメリカ生活系の動画が多かったんで、ミニマリストとしての動画とかもちょいちょい上げれたらいいなと思ってやってみました。まあ、この動画が少しでもいいなって思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。では。